はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。東雲様、和子様、ヘゲモゲ様、水戸の広安様、おりん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせて、いただきたいと思います。3月11日今日で東日本大震災から13年、経ちました。幸運屋のごとし、犠牲となられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。能登地震の被災者の方々の一日も早い日常の、回復を願っております。というわけでですね、あの雪の松島っていう、お酒あります。松島もですね、ものすごいあの被害受けまして、献杯いたしたいと思います。あんまりいっぱい飲むと喋ってる間に顔赤くなっちゃうんで、おちょこで一杯ぐらいですけれども、ではいただきます。ドライですね。辛口、スーパードライとまではいかないけれども、すっきり、ちょっとアルコールを感じるかな。フルーティーの逆だな。水っぽいっていうか、あの飲み口すっきり、これあのうまい料理に合うんじゃないかと思います。雪の松島、にもいろいろあるのかな、種類がな。特別純米酒って書いてあるな。私もいわき市で被災しましたが、正直あんまり思い出したくない光景であります。一番ゾッとしたのはですね、海沿いにあるお墓でですね、あの津波かぶっちゃったんだが、墓石が全部倒れていた。あの見た時はゾーッとしちゃいましたけれども、あとはあのこの世のものとは思えない光景っていうのはですね、5m×5m×20m ぐらい の, あの船つける桟橋、コンクリートの塊ね、巨大な5m×5m×20m ぐらい、それのあの筒がですね、何十本もあの道路に持ち上がって浮き上がって乗っかってた光景、こんなの重機でも動かせんのかなみたいな、津波の恐ろしさ。あとですね、あのうちにあった、揺れてる最中ね、アップライトのピアノがですね、床をですね30センチぐらいこう行ったり来たりするんですよ、揺れてる間。それがですね、まあ、倒れなくてよかったなって思いましたけども、巨大な力だなっていうのを覚えております。あとは正直あんまり思い出したくないですね。自民党愛知県連青年部副部長松岡麻弥35歳と、元維新で落選してる小島光政35歳無職、恐喝で逮捕。松岡麻弥の方はですね、自民党公認で立候補して市議会選挙、名古屋市議会選挙かなんかに立候補して落選中で、まあ愛知県連青年部副部長っていう肩書きもらってますから、党からいくらか生活費とか出てんのかな。小島光政の方は維新公認で、立候補してんですけど、落選してですね、今維新とは関係が切れているかもしれない、無職としか書いてありませんでした。恐喝で逮捕。京都府に住む31歳の男性の不貞行為、浮気かなんかしちゃったのかな、それともつつもたせかな、はめたかな、依頼者には政治家やヤクザの親戚がいるなどと脅してですね、示談金、示談金を要求し、現金90万円を得た容疑。半端だな、100万って言わないのか。自民党とですね、日本民主党ってとこが合体してですね、自民党ができたのが1955年であります。それから69年経ってますね、自民党ができてから。王朝の寿命は約70年説っていうのをご存知でしょうか。3代で終わる王朝が非常に多い。隋とかは2代で終わっちゃいましたね。ソ連は69年で崩壊してましたね。70年っていうか3世代のことなんで、今はもっと伸びてるかもしれませんけれども、寿命も伸びたし、30歳で子供を産むとしたら90年か、
三代目で売りに出しって言葉ありますね。なんか川柳でね。祖母世代の苦労や大失敗を知らずに滅びてしまう。あとはですね、祖父母世代の、恩を受けた、人もいなくなっちゃって、周り敵だらけになっちゃう、みたいなことで、王朝の寿命三世代説ってあるんですけど、パーケン収入を記載せず、行方不明にしたりよ、安倍総理が辞めさせたものなんで復活させたのか謎なんですけど、不記載でいいとか、それただの行方不明金ですよね。青年部の懇親会で下着ダンサーとピンクコンパニオンを党費で自民党からの金で呼んだりとか、なんか組織としての自民党の寿命が近いんじゃないのかなっていう感じがする事件でありました。青年部副部長が恐喝で逮捕。恐喝は脅迫して金を要求して金をもらった、いうことですから、まあまあカツアゲ重いですよ。脅迫2年じゃなかったっけな。脅迫するだけなら、脅すだけなら、相手に恐怖を感じさせるだけだったら2年じゃなかったっけな。金取ったってなると5年とか10年とかじゃなかったでしたっけ。ちょっとうろ覚えなんですけれども、世も末だなーっていうか、自民党ももう終わりなのかなっていうようなニュースでありました。共同通信調査、次期戦闘機国外輸出について認めるべき 48.1%、 認めるべきでない 44.7%、 世論であります。お仲間の共同でこの数字なのが笑える。まあ認めるべきっていうのが勝ってますもんね。ちょっとね、金は入るし、自ら手を汚さず実践データは取れるし、利点しかない。昭和の自民党のせいでどんだけ国益を損ねてきたか。知恵遅れが感情のみで反対しているだけだから、実践でのデータ欲しいよな。高度成長も終わった頃に、平和国家だから武器輸出はしないとか理解不能な謎理論を言い出したのが1976年。ドイツだってイタリアだって輸出してんのに日本ができないのはおかしい。武器が輸出できなければ、できれば敵国から襲われない。兵器を輸出しないって言い出したのは1976年に言い出したことだったみたいですね。これあれかな、自国の兵器産業を守りたいアメリカに何か言われた可能性ありますね。日本が潰したアメリカの産業、1960年代後半、繊維産業をぶっ潰しました。アメリカの、1970年代後半、鉄鋼業をぶっ潰しました。アメリカの、1980年代、電化製品、まあ洗濯機とかそういうやつ、自動車、半導体、ついでにスイスの時計産業もぶっ潰しました。クォーツショックとか言って、日本でね、シチズンでした、成功でしたっけ、クォーツ時計開発しちゃって、これ全然狂わねえってことで、スイスの時計産業が大打撃。もうファッションとか高級路線でないと無理になっちゃったって話ね。で、1990年代、ハイテク産業をぶっ潰しました。日本よ、主も悪よの、なんかアメリカさんに申し訳ないような気がしてならないですけど、デトロイトの労働者たちがですね、日本車を路上で破壊して、ハンマーがなんかでぶっ叩いて燃やしているニュース映像を覚えてます、私。中学校の頃じゃなかったかな。日本もなかなか悪いよな。今回の共同開発にもアメリカは参加してないしね。自力でできるから群れないってことかもしれないですけど、48% と 45% なかなかに拮抗してますね。これ9条破棄賛成と9条破棄反対の数字と近しいんじゃなかろうか。なかなか拮抗してる。無抵抗なら戦争にならないっていう洗脳された、バカな洗脳された人がもうちょっと減らないと、改憲の国民投票を実施するのが危険かもしれないですね。一回実施して失敗すると、改憲に失敗すると10年20年できなくなっちゃいますもんね。特に9条を変えるとか状況になったらですね、テレビ朝から晩まで嘘とデマと印象操作で反対するだろうしね。もういい加減ですね。非武装無抵抗なら攻撃されないって洗脳が嘘だって気がついてよ。ウイグル、チベット、ウクライナって実例があるじゃんか。何にも悪いことしてなくても、責められることもあるんですよって。あと自衛隊を
妨害してね、なんだその警察署を弱らせれば犯罪が減るみたいな謎の理論はって話なんですけど、消防署を町からなくせば火事がなくなるって、そのおかしな理論は何なんだっていうことなんですけど、これ信じてる人、自衛隊をなくせば戦争にならないとか言ってる人の脳みそをいっぺん見てみたいよ、調べたいよ、なんでそうなんのっていう話。共同通信調査、最新内閣支持率は 20.1% で過去最低。時事通信なんかでは特に 2割切ってますよね。政治倫理審査会に出席した安倍派と二階派の幹部5人について説明責任を果たしていないと考える人が 91%。これは報道のまんま安倍派っつってます、二階派っつってます。安倍派はですね、安倍総理の人気にあやかりたいっていうゲスな根性を出してですね、代表決めなかったんですよね。で、いつまでもいつまでも、安倍派、安倍派って言われちゃうんですけど、これね、例えば、代表が萩生田さんとか、世耕さんだったら、萩生田派とか世耕派って呼ばれるわけで、これ、安倍総理の人気にあやがりたいって、下水、根性を出した、残りの連中はですね、悪いわな、いつまでも安倍派って言われちゃうわな。っていうか、次の代表決め、ないと永遠に安倍派って言われちゃいますよ。でもそれは嫌なんでしょう。例えば世耕派になったとして、世耕派が世耕派がって、裏金裏金って言われるのは嫌だから、もう清和会の代表には誰もなりたくないんでしょうって、そうなんでしょうって、言うですね。ほんとね、根性がせこいっていうか、ずるくてなんか潔くないですね。政倫審に納得してない人がほとんど 91%。 これはむしろやんない方が良かったんじゃねえのかな。多くの人が茶番と感じて、火に油っていうかね、毎月毎月過去最低記録してですね、9月の総裁選まで持つんでしょうか、岸田政権は。やけくそで解散とかなるのかな。共同通信、自民党支持者対象の次期総理、これは一般対象パヨも意見を言えるものと違ったものをやりました。1位石破茂 27.5%、 2位小泉進次郎 15.2%、 3位岸田文雄 12.3%、 4位高市早苗 9.7%、 5位上川陽子 9.2%、 6位河野太郎 6.0%。 これがですね、自民支持者以外にも聞きましたって調査だと河野太郎が上がっていくんですよね。これパヨにも河野太郎は支持されてるってことなんでしょうけどね。私はもちろん高市さん推しですよ。こんな中で言ったら高市さんがダントツっていうか、しかないっていうか、選択肢がないっていうか、これ自民党支持者もテレビ見て、石破ゴリ押しに騙されてんだろうな。でも大丈夫ですよ。石破茂はですね、議員に全然人望ないんで、推薦人の20人集めらんないと思います。あと、岸田文雄も、こんなね、低支持率で、苦しんでんのに、次の選挙、岸田文雄とツーショットのポスターで落選しちゃうよ。ということで、岸田文雄も総裁選出ないと思いますよ。そうするとですね、小泉進次郎と高市さんの一騎打ちってなると思いますけれども、なんとか高市さんになってほしいな。全国のですね、自民党員も投票できますんで、比率的には議員票が10倍とか20倍とか、比率で強いんですけど、そいつらは小泉進次郎投票すかな。私は次の総理は小泉進次郎か高市さんになると思います。もちろん私は高市さんになってほしいんですけれども、小泉になる可能性も高いかな。河野太郎だいぶ落としましたね。岸田文雄と決選投票やったんだよ、前回の総裁選では。だいぶ人気を落としたな。保守の人は河野太郎がダメだっていうのも知り渡りましたからね。一般人の私を訴えたりなんかして、私が訴えられたって大騒ぎしたりなんかして、一般人の私を訴えてる場合じゃなかったな。これでですね、一族ごと中共の犬が総理になるっていう恐怖のシナリオはなくなったかな。今日のその他のニュース、第96回アカデミー賞開催、
山崎監督作ゴジラマイナス 1.0 が視覚効果賞を受賞、日本映画としてもアジア映画としても初の快挙、監督が受賞した、監督がこの賞を受賞したっていうのが2001年宇宙の旅の、スタンリー・キューブリック以来55年ぶりだそうであります。21年宇宙の旅、55年も前の作品なのかーって、今夜のことし、過去の視覚効果受賞作品がこちら、1964メリーポピンズ、見た、1966ミクロの景色見てない、19682001年宇宙の旅見た、1977スターウォーズ見た、これ1ですね多分ね、1978スーパーマン見たな、1979エイリアン見た、1980スターウォーズ2帝国の逆襲見た、1981レーダース失われたアーク見た、1982 ET 見た、1983スターウォーズジェダイの復讐2ですね実質、1984インディジョーンズ魔宮の伝説2ですね、見た、1986エイリアン2見た、1991ターミネーター2見た、1993ジュラシックパーク見たな、フォレストガンプ見たな、ベイブ見てないなこれな、インデペンスデー見たな、インデペンスデーつまんなく最高、何しダメでしたよね、なんか何それ、なんで宇宙人も地球と同じ規格の USB 使ってんのみたいな、タイタニック見た、マトリックス見た、グラディエーター見た、ロードオブザリング、ロードオブザリング、ロードオブザリング。3年連続で1、2、3って撮ってますよ。強えなぁ。スパイダーマン2、見たなぁ。2が一番好きかもしんないな、私。パイレーツ・オブ・カリビアン、見たなぁ。2作。ベンジャミン・バトン、数奇な人生、見てないな。アバター、見たなぁ。インセプション、見たなぁ。ゼログラビティ、見てない。インターテスラ、見てない。ジャングルブック、見てない。テネット見てない、デューン見てない、アバター、ウェイオブザ・ウォーター、ウェイオブ・ウォーター見てない、ゴジラ、マイナス 1.0 と、こうして見るとですね、スピルバーグとジョージ・ルーカスとジェームズ・キャメロンが強すぎる。アバター、エイリアン、タイタニック、強すぎる。この3強が強すぎる。メリー・ポピンズはディズニー映画なんですけど、それ以外は全部ハリウッド映画ですね。これアジア映画初の快挙っていうよりは、アメリカ映画以外は初ってことなんじゃないのかな、思いますけれども、アカデミー賞で同じく長編アニメーション賞に宮崎駿監督作品、君たちはどう生きるか、ザ・ボーイ&ヘロンだっけかな、君たちはどう生きるか、2003年千と千尋の神隠しに続き2度目の快挙、21年も経ってんの、千と千尋から後院矢のごとし、驚いちゃいますね、本当に。年取ったもんだな、私も。こっちもすごいですね。私は、宮崎作品の中では、明快な面白さ、わかりやすくて、面白い、カリシロ、ラピュタが特に好きなんですけれども、カリオストの城ね、ルパン三世。ラピュタが特に好きであります。もののけ姫も割と好きであります。朝鮮学校に補助金を出している自治体は93であると判明。2016年に安倍政権が出した通達以来、右肩下がり。だが、まだそんなにあんのか。報道ではですね、出してる自治体の一覧がありませんでした。自治体名を公表してですね、地元住民が抗議できるようにするべきなんだよな。全国1718自治体のうち93自治体たったの、自分らがですね、いかに少数派で、いかに少数派か、異常なことやってるか自覚すべきなんだよね。朝鮮学校って私塾で学校法人でもないんだしさ、英会話教室とかと何ら変わりないんだからさ、朝鮮学校に補助金出してんだったら、英会話教室だの、生け花教室だの、書道教室とか、そろばん塾とか、そういうとこにも、補助金出さないと不公平ってもんですよね。おかしいよな、93もな、いう話になります。というわけで、ちょっと喋ってる最中に余裕が回ってきたような感じでお送りしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。